今回注目のゲームは「エルド・フォール・クロニコルズ・ノーザン・ウィンド」と呼ばれるミニチチュアアドドベンチャーボードゲーボゲムですただしこのゲームはこれまでのアドベンチャーボードゲームとは大きな違いがなんとこのゲームもともとはウォーゲームとして開発されていてこのシステムをほぼそのままソロまたは強力プレイとして使用するダンジョン・アドベンチャーゲームなのです。 最初の「エルド・フォール・クロニクロズ」はウォーゲーーーーゲムとししててスロベニニアのインンディー会社フリーカンパニーによって開発されましたちなみに「ウォー・ゲーム」がどんなゲームかと一言で説明すると個人的な理解としてはチェスや将棋に運の要素とそれぞれの駒に特色を持たせたものでカードゲーマー観点から見るとカードをミニチュアと盤面に変えたもの本格対戦ゲームと解釈できると思います。オリジナル版は 二千二十一年五月。開発チームによって、最初のプロジェクトながら、キックスターターで無事目標額を達成して。六百人近いバッカーの支持を得ました。そして、今年になって、ついにバッカーたちの手元に商品が届いたそうです。現在、フリーカンパニー第二のキックスターターキャンペーンとなる。エルドフォールクロニクルズ。ノーザンウィンドを公開中です。ノーザンウィンドは、ウォーゲームルールをボードゲーム用に一部ルールを簡易化し。一人から四人用の。 アダベンチャーボーーボドゲームとして開発中です開発チームの2人は日本に滞在して日本学を学んだというバックグラウンドを持っているため今回のゲームでは「エルド・フォール・クロニスクル」の世界の4大大国の1つ日本をモチーフとした我帝国が舞台となっていてい和風テイストバッチリの世界観になっていますストーリーとしては暁までにエルド・フォールの世界各地から集まった4人のヒーローたちが平等山の頂上まで着かなくてはいけないというもの。 途中的となるのは鬼やアンデッド系のモンスターこのゲームの最大の注目点はウォーゲームルールをアドベンチャーボード型ゲーム用に使用するという点だと思いますウォーゲームのジャンルでは世界的に最も有名なゲームウォーハンマーがありますがウォーハンマーをプレイするには対戦相手が必要となりますソロプレイも不可能ではないのですが非常に限られていて公式というよりも自家製ルール的な感じとなっていますしかしエルフォールクロニクルズでは オリジナル版の時からすでに AI システムを搭載していて対戦しのソロプレイも可能だったようですそして今回の「ノーザンウィンド」ではこれにがっつりとストーリーや戦闘間でのイベントやレベルアップ要素などを加えて完全なボードゲームとして発表しているわけです。ノーザンウィンドはマルチエンドとなっていて3種類のメインストーリーリが展開すするそうです各ストーリーはサイドクエストなしで20から30時間程度遊べるとのこと。 これにエクスペンションパックなどを購入してサイドクエストなどを追加すると総合100時間を超えるプレイバリューとのことです。またオリジナル版「エルドフォールクロニクルズをウォーゲーム版「ノーザンウィンドをアドベンチャーボードゲーム版と呼ぶとするとこの2つには完全な互換性がありこれまでに発売されたウォーゲーム版のミニチュアは全て「ノーザンウィンド版で使用できるゲームカードこのゲームではモデルプロファイルと呼ばれるものを提供。 そして今回ノーザンウィンドで追加される新たなミニチュアたちも全て逆にウォーゲーゲム版ののモデルルプロファイルが作成されるとのことこそしてこれは今後も同様でカードゲームのように新たなミニが今後発売され続けてもその都度両方のゲームで遊べるようにモデルプロファイルが発売されていくそうですオリジナルのウォーゲーム版でも熱く語るそうですが今回は現在キックスターターキャンペーン中のアドベンチャー版 ノーザンンウィンドに注目してみますこのゲーム最大の注目点は戦闘システムです基本は4人のヒーローキャラクター対複数の敵モンスターキャラたちの戦闘をミニチュアと盤面を使って行いますウォーゲーゲムの基本的な特徴としてとにかくダイスを振りますしかしだからといってゲームが完全に運任せというわけではなくゲームルールは根本から大会にも対応した対戦を意識して詳細に作り込まれたため戦略性が 他のボードゲーム専用に作られた戦闘ゲームよりも高くく奥深く作られています実際に具体的な個々のゲームパーツを見てみましょうまず最初はゲームの中心となるキャラクターカードこのゲームではモデルルプロファイルと呼ばれていますこれはヒーローに限らず敵側のモンスターたちも同様のモデルプロファイルが存在します一目見ただけでも数値やアビリティテキストが他のボードゲームと比較すると多いことが分かります例えば 右上の隅の4つのパラメーターはバイタルスタッドと呼ばれていて他のボードゲームにもよくある基本的なパラメーターのスススタミナ、スピーーー、ド、アーマーそしててヘルスポイントとなっています通常ならここに攻撃力を加えればキャラクターのパラメーターとしては完成となるところですがノーーーザンンウィンドではさらに7つのパラメータが存在します例えばオフェンスディフェンス精度はどれも相手を攻撃する時のパラメーターとして使用されるのですが。 オフェンスは自分が近接攻撃の時ディフェンスは相手にリアクションで近接攻撃を返す時精度は遠距離攻撃を使用する時にと細かく分かれています魔法の場合は知性を使用相手の攻撃を避ける時は素早さのパラメーターを使用出血状態なら人生、パニック状態ならモラル値を使うことになるそうですそれぞれのパラメーターが 状況によって使い分けれるように設計されているためテーマに沿ったアビリティチェックににより没入感高くサイコロを触れる設計になっていますこの辺はウォーゲーム未経験でも「ダンジョンドラゴンズ」などのようなテーブルトップ RPG の経験者なら馴染み深い要素ではないでしょうかパラメータ数値が詳細に分かれているのでパラメータを変えてキャラの特徴を出すこともデザイン上はもちろん予想されますが各キャラクターの個性を際立たせるのは それぞれぞの持つアビリティと言えますノーザンウィンドではそれぞれのキャラには特徴スキル戦闘術コンバットアーツといったアビリティテキストがあります例えばノーザンウィンドの主人公の一人であるサロスはローグとアルケミストという2つのクラスキャラですローグのスキルとして他のゲームでもおなじみと言えるステルスを持っていますこのゲームにおけるステルスの効果は相手のリアクション攻撃を受けにくくするということで テーマ的にはステルスにぴったりなゲーム構造となっていますコンバートアーツはサロスが暗殺者ということを位置づける殺人術レベル3が付加されていますこのアビリティはスキルとは違い攻撃時に3つのうちどれか1つを選ばなくてはいけません1つはダメージを与える確率を増やすためのブースト1つは毒効果による攻撃を付加するものもう1つは最大ダメージ数の可能性を増やすもの これだけ取っても同じ攻撃でも3種類の選択肢になっていることがわかりますキャンペーンゲームなのでもちろんゲームを進をしていけばキャラクターのレベルアップにより新たなアビリティが追加されたり中には自分で選んで付属したりなどカスタマイズも可能になっているようです戦闘システムの中でも特徴的なのがアクションリアクションというゲーム構造このゲームではター中のキャラクターは一つのアクティベーションで移動と 攻撃などを伴うアクションを一つ行うことができます各ターン何回アクティベーションを行えるかはキャラクターのスタミナ値によって決まっているのですがターン中のキャラのアクションが解決する前に相手側のキャラたちはアクティベーションポイントを使用してリアクションを行うことができますリアクションでは相手の攻撃を避けることを選択したり相手の攻撃を攻撃で返すといった選択肢があります攻撃なら普通に近接攻撃 遠距離攻撃を選んだりさらにはここのの攻撃中にコンバットアーツなども使用可能とのことです。しかもリアクションが可能なキャラは相手の攻撃対象になっていなくてもターン中のキャラがリアクションキャラの指定範囲内ならどのキャラも可能となりますカードゲーマー観点から見るとススタタックなななしのインスタントカード的な位置づけとなります。例えば敵キャラが AI によって味方のキャラに向かって移動し始めたところ その途中で他の味方キャラのリアクションで攻撃して相手の移動を止めることも可能となっていますとにかくインタラクティブなゲーム構造で具体的にどのようなことがどこまでできるかは実際の魔法などにも関連するので今後種類が増えていけばその分リアクションの可能性も広がっていくことでしょうボードゲームなのでフィールド構造は重要なゲーム要素ですもちろん完成された他のボードゲームで同様 いろいろなフィールド効果があることは想定内ですがウォーゲームとして作成されているのでこのゲームでは他のボードゲームではあまり目にしない3次元高低差の要素が盛り込まれています。これがどういう意味かというと移動中に登るやジャンプという移動アクションがあるのに加えて落ちることでダメージを受けるなどの要素があります。ウォーゲームの経験がある方はボードゲームとの 相性を考えた時に最初に気になる点の一つかもしれませんが通常のウォーゲームではマスを使わずに物差しやメジャーを使ってキャラクターの移動範囲や攻撃射程距離を測りますこれは現実に近い自由度の高い移動を可能とするのですがボードゲームだと毎回物差しでで測るのは少々面倒ですそこでノーザンウィンドウはオリジナルのウォーゲームルールから調整点として選んだのがこのゲームではセクションと呼ばれる大型のマスで移動や射程配慮を 表すすことですただし各セクションはボードゲームのマスとは異なりより広い範囲を示しているため同じセクション内でも相手キャラの盲点にキャラを配置することも可能です敵側が物理的な AI で行動を決めるアドベンチャーボードゲームではその構造上ゲームのプレイに波を持たせるため運の要素は必要不可欠と考えますただし運の要素をどこまで開発側がゲームに組み込んでくるかは それぞれのゲームによって異なりこのバランス次第では各プレイヤーのゲームに対する印象が大きく分かれると思いますエルド・フォール・クロニクルズでは D20 のサイコロを振りまくりますおそらく他のアドベンチャーボードゲームでは意図的に削られた部分も遠慮なく振ります例えばストライク値2点の攻撃でまず2個のサイコロを振ってモデルプロファイルのオフェンス値と比較し攻撃がヒットしたかを判断もし一撃でもヒットしたなら 今度はヒットしたサイコロの数だけ、ダメージが与えられたかどうか判定するために、再び D20 を振ります。ただしこの時は、攻撃対象のキャラのアーマー値と、攻撃用の武器のパワー値が使用されます。ヒットダメージの2段階のサイコロ振りは、他のアドベンチャーボードゲームでも目にするシステムですが、このゲームでは基本的に1点分のダメージを与えるのに、2回振るように設計されています。 そしてさらにここでもし相手がリアクションで攻撃を避けることを選択していたら別に攻撃対象キャラが俊敏性を使った D20 サイコロを振ることになります。ただこのゲームでボードゲーマーたちが運の要素として強く感じるのはサイコロを振る回数よりも攻撃の失敗率ではないかと思われます。ヒーローや他のキャラクターモデルプロファイルを見るとヘルスポイントが1点や2点というのが目につきます。 これはダメージが1回または2回通れば対象のキャラを倒せるということでこれらの数値から導き出されるのがゲームはデザイン上各ダメージの価値を非常に高く設定しているということです。ボードゲームの中には対照的に各キャラクターが50や100点のライフを持っていてそれぞれの攻撃によるダメージが2桁となっているものも多くあります。こののは純粋にゲームデザイインのスタイルで テレビゲームなどで例えるとドラクエでメタルスライムを倒して感動を覚えるかファイナルファンタジーで9,999 99点のダメージを出して快感を覚えるかの差ではないかと思います。最終的にはゲームのバランスがしっかり作られていれば戦闘全体を通してかかる時間キャラを倒せるまでにかかるターンなどが同じなら2種類のゲームでの持つ運のバランスは近く設計されていると思われます。 というわけでミスが多いところが気になる場合はプレイヤーの頭の中でイメージ転換が鍵となると思います。個人的にはエルド・フォールのような各ダメージの価値を大きく見積もっているゲームでプレイする場合はこの世界では一撃によるダメージが致命傷になることを皆分かっていて強い弱いの判断はどこまで紙一重でかわし続けられるか逆に言えば雑魚キャラでも 場合ににによっっててててはダメメーージジをを与えてくるる可能性がありりギリギリの戦戦いい常イしことになりますノーザンウィンドではそれぞれの敵キャラに専用のモデルプロファイルはもちろんそのコードを指定する AI カードが存在するようです現在のところそれぞれ2パターンずつあるそうですまたボスに至っては戦闘中にモデルプロファイルが変わっていくようですノーザンウィンドでは他のゲームに見られる モンスター AI デッキはないため AI とモデルプロファイルを見ると自分がどのような攻撃をしたら敵がどんな行動を取るかかほぼ完璧に分かりますもちろんサイコロの出目の結果で実際に最終的にダメージを与えるかなどは運による予測不可能値なのですがそこでノーザンウィンドでは個々のモンスター AI をランダムカードにする代わりに敵のターン開始時に1枚のカードをインスタントデッキから引き そののの内容にによよってて敵のターンに予測不可能の要素を加えているようですダンジョン・アドベンチャー・ゲームというジャンル上戦闘以外にもストーリーとゲーム要素が必要ですノーザン・ウィンドでは「ジャーニー・フェイズ」と呼ばれていてこの間プレイヤーはイベントカードによる選択肢を迫られます最初にイベントカードを見た時グルーム・ヘイブンのクエストカードを想像しました グルームヘイブンのクエストカードはカードに書かれた選択肢を選びその判断が及ぼす結果はそのカードの裏面に書かれています結果的にアドベンチャーとしてはかなり薄味となっている印象を持っていますしかしノーザンウィンドの場合選択肢の結果はカードの裏ではなくジャーナルブックに記載されているためその内容は短いものもあれば長いものもあり全体を通して濃くなっていると予想できます実際に開発者が例として挙げているのが 選択肢が生み出すイベントの結果はいきなり銭湯謎解き D20 を使ったアビリティチェックなどだそうですしっかりとアドベンチャーゲーム部分を体験させてくれそうですキャンペーンゲームとは要するにレベルアップなどを含んだビデオゲームでの RPG 的ゲームを意味しているのでキャラクターの進化とカスタマイズなしにキャンペーンゲームとは言えませんノーザンウィンドではヒーローにはもちろんレベルアップがあり その都度モデルプロファイル自体が変わっていくそうですそして経験値として使用されるのがベーラー、武勇、勇気といった意味の単語でレベルアップに限らず武器やアイテムの入手にも使われるそうですしかもシステム的にちょっと面白いと思ったのが例えば神社からアイテムを盗むことで武勇が減ってしまうというところ確かにヒーローが勝手に物を取るのはちょっと武勇を怪我している気がします またゲームにはアイテムや武器などもしっかりと存在していますしかもこのゲームではこれらがしっかりとアート付きのカードで描かれていることがボードゲーマー的にはありがたいです現在のところはアビリティの方はカスタマイズが可能なものもあるそうですが公式にはこれらがカード化されることは発表されていません実際のゲームプレイの他にこのゲームのもう一つの大きな売りがそのミニチュアにあります材質としては強度を上げた レジンを使用しているそうです個人的には実物を目にしたことがないのですがすでに手元に届いたプレイヤーからは高い評価を受けているそうですただしレジンを使っているためボードゲームではより頻繁に見られる合成プラスチックに比べてコストがぐっと高くなっているためミニチュアの数は他のボードゲームよりもはるかに少なくなっていますこのあたりは量より質といったところでしょうかまたこのゲームの身には 基本的に自分で組み立てる必要があります各ミニは3個から5個程度のパーツで成り立っているとのことなので比較的に簡単そうですがミニチュア専用の接着剤などの使用が必要となるそうですただし事前に組み立てたものが欲しいというプレイヤーにとっては30ユーロ追加でこのオプションがあるそうですこの場合はもし搬送中にダメージが出た場合は保証しかねるとの一文がキックスターターに記載されています これらを踏まえた上で、実際にゲーム自体は未経験ですが、個人的なノーザンウィンドウに対する第一印象です。ゲームルール自体は対人戦の大会も意識したウォーゲームを元に作られているため、非常に細かい設定が可能なシステムと言えます。このゲームシステムで基本的にできないことはないと思います。つまり今後トレカのように新たなセットや拡張パーツを出し続けていけば、いつまでもゲームを新鮮に保ち続ける 基盤は出来上がっているシステムと断言できますウォーハンマーシリーズなどのウォーゲームの未経験者にとっては最初の敷居がかなり高いと思われます。最近大型アドベンチャーボードゲームでは100時間以上に及ぶゲームプレートさらにその先の続編やエクスペンションなどからゲームを常に新鮮に保ち続けるために基礎ルールが複雑に作られています。しかしかこれらを基準に見ても 実際のウォーゲームをほぼそのまま使用しているノーザンウィンドはさらに一段上の難しさだと思われますただしこの辺は開発チームもある程度認識しているようでノーザンウィンドではボードゲーム的には削られる要素である物差しを使った移動や射程距離視野範囲なども分かりやすくタイル自体に印を記載する予定だったりプレイしながらルールを学べるチュートリアルクエストも用意するそうですチュートリアルは非常に重要で このあたりはどこまで実際の初心者視点から作られるかが注目です個人的にはウォーハンマーはプレイしたことがないのですがそのミニチュアの質の高さを聞いていてすでに持っているいくつかのボードゲームとどこまで違うかが気になって購入してみました実際に個人的には満足しているボードゲームミニチュアと比べても格段に詳細に作られていることに驚かされました ただしゲーム的には SF よりもファンタジー好きなのでエ o b オ SIGMA の方を選んだもののどうもテーマと世界観自体がしっくりとこなかったこととにかくミニの数が多すぎたこと何よりも組み立てでも遊べないという点からウォーハンマーは諦めていたところ今回のエルドフォールクロニコルズに出会いましたウォーハンマーのミニはプラスチックで接着剤なしで作れるのでこのあたりはエルドフォールがどうなるかは分かりませんがミニのデザイン 世界観そして何よりも一人でも遊べるというところが諦めていた趣味の世界に一歩踏み出させてくれそうです特にこれまでこのサイトで紹介してきた海外ゲームの多くは日本語版が存在しなかったのですがエルドフォールクロニュークズに関しては将来は日本語化も予定しているそうですオリジナルのウォーゲーム版のルールは pdf 版として年内の公開もあるような発言をしていましたさらに ノーザンウィンドもルールだけではなく最終的にはストーリーなど全て日本語化する予定を立てているとのことフリーカンパニーのトップ2が日本留学の経験と日本学を学んでいたという過去があり今回のノーザンウィンドでも2人の日本に対するこだわりと理解が伝わってくるのでこの辺りは本気で期待していいと思います。というわけで個人的にはウォーハンマーなどのミニチュアウォーゲームに 手を出したくても出せなかった理由があるプレイヤーにとっては、要チェックなゲームと言えます。そして、コアのアドベンチャーゲームファンも、これまで以上にさらに深い戦闘ルールで遊んでみたいという方も、注目のゲームではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。可能ならばチャンネル登録よろしくお願いします。